皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。せーの、チューズリスンです。はい、どうもこんばんは。こんにちは、おはようございます。1個言ったんですよ。はい、大好評の T2 ラジオ2回目の配信です。今回も T2 メンバー16人でやってます。皆さんどんな感じですか？どんな感じですか？1回目どうでした？1回目意外と盛り上がった。ちょっと心配してたから。あ、そうだね、どんな試合かなって思ったけど、なんかね、マリアがダサい判定されましたし、まあ自分でも思ったので、みんなから認められたので、これからは努力して頑張りたいと思います。頑張って、みんな服を与えましょう。でもさえちゃんもおしゃれってね、判定されて、今日もおしゃれ、ちょっと変わったね。慰めてるのもどうかな。新たな絆が生まれた。ダサいとおしゃれ。あ、もうこれも自分で。あ、これ反省が始まっちゃう。でもリオちゃんは分かってたんだって、ずっと1位って。もう自分で帰るように。リオちゃん、リオちゃんとスケジュールに合わせてみんな。また行こうね、サイゼリア。かわいい。まだサイゼリア行くの？ずっと行くよ。ってマリアとか。ゆうなちゃん一緒に遊びに行きたいの？うまやん。どうですか？いや、別に。あ、1位やで。かわいい。エルタンとかは？あ、エルタン？うん、エルタンあんましてないから。そう、あ、今日しゃべらなきゃまだ。エルタン歌わなくていいの？エルタン歌う、なんか空気壊しちゃうかなって。急に行けよ。いいね、急に。いいよ、なんか一曲。盛り上げていきましょう。はい、ではビビアン、よろしくお願いします。はい、ということで、ここからはですね、みんな大好き村上ビビアンちゃんが仕切ったいなって思うんですが、皆さんどうですか？イエーイ、大好き、大好き、大好き。反省じゃなくて大好き。じゃあ進めまーす。やる気は出てる。はい、ということでですね、今回行う企画はこちら、はい、究極の選択、あなたはどっちを選びますか。この企画は、出されたお題のどちらか一つを必ず選んでもらいます。みんなが今持ってますね、なんか A とか B とかね、まあ、はい、一つ選んでいただいて、そしてその後、選んだ方に関して議論し、最終的にどちらがいいのか結論を T2 として出してもらおうといったコーナーでございます。イエーイ。よし、皆さんも AB 持ってますか？持ってない人います？じゃあ行きますよ。じゃあ一つ目のお題からもういっちゃっていいですか？はい、行きますよ。それでは、T2 ラジオ究極の選択。ウグイスみたいな。あなたはどっちを選ぶ？問題1、どちらか一つが完璧になれるとしたらどちらを選びますか？じゃあ A 行きますよ。はい、A、ドゥルン、お笑いセンス。おー、 B、ドゥルン、ファッションセンス。はい、ということで、この AB で皆さんもう決めましたか、心の中で。はい、はい、早いですね。え、もう一回言って。 B が A が A がお笑いセンス、はい、B がファッションセンスです。はい、じゃあせーので出しますよ。皆さん決めましたか？はい、いきますよ、せーの、ドン。はい、おお、結構半々じゃないですか。 A の人、すごい。はんはん。じゃあ B 選んだ人、ファッションセンス。8人、なんか結構さ、なんか性格の似てるよね。ね、確かに。雰囲気とかにも。あ、ミルさんはファッションセンスですか？はい、かわいい。ダサい、ダサいのメンバー選ばれるかなって思ってちょっと不安だったから。そんなことない、そんなことないよ。欲しいですね。すごい、さえちゃんはまだファッションセンスが欲しいんですか？能力ですね。待って、お笑いセンスいります？いやいやいや、ね、これからだって HKT ビンゴも始まりますから。いや、そうですけど、普通に生活していて、はい、なんか
え、でも一緒にいて面白い人いいじゃないですか。そうそう、確かに。え、でも笑いたい方だな。うん、人任せ。確かに、面白い人がいればいいかな。そうね、自分がもらうのはこっち、うん、あ、ファッション先生、まあ、マリア先生も B なんでしっかりと B を叶えて迷わず B。 エミリーさんはどっちですか？ B。 お、ファッションセンス。まだファッションセンスが欲しいんです、うん、なんでですか？特に意味はない。いやいやいや、何か意味が欲しかったな、ルベア。そう、特にないな。そうそう、私も任せだね。任せ、人ので笑いたいですね。じゃあリオちゃんは？いいです、ね、お、ファッションセンス？なんで？お笑いいらないかな。まあね。あ、エルタンさんは？え、でもなんか、でもやっぱりさ、うん、A やけどさ、人って見た目から入るけん、やっぱ見た目って大事やなって思った。マジでだ。マジでだ。確かにもう、振りまくるとるやないか。そう、だってさだって初めて会った時に、だってまず見た目で入るやん。喋ってもさ、その人が面白いかどうかで、ちょっとしか喋ったら全然間違いない。だってさ、アイドルとして生きていく中でさ、でもそれはね、アイドルとして生きていく中でさ、やっぱトーク力とかあった方がさ、みんな面白くてもなんかうんってなるの。え、でも面白い方が良くない？だってさ、みんなさ、水曜日のダウンタウン出たくない？出たい。それは出たいわ。え、でもダンスもやっぱセンスだと思う。え、ダンスファッションですよ。いや、だからそういうのもセンスは必要だと思うの。あ、パス、美的センス。そう、美的センスとか。え、その面白さだけでいいの？え、それ含まれるの？いや、含まれる。え、でもファッションセンス、雑誌だって雑誌のさ、撮影とか来るかもしれない。あ、え、でもマネキンがあればなんとかなる。確かに、マネキンがあれば。え、アマネは？お笑いセンス。え、意外。なんで？マネキンがあればなんとかなる。え、でも、え、そう？え、ひなたは？A です、まあ、お笑いセンス。え、だって、うん、笑いって優しくないですか？深いですね。深いな。人って優しくてあかんから、笑いやったら友達いっぱいできるから。でも B はダサい方が友達できるから、 B はいらなくて A は必要みたいな。そうなの。ダサい方ができるよ。え、だっておしゃれな人とつるみにしくないですか？なんか、あ、確かに。あ、じゃあもうさえちゃんさえちゃんつるみにくい人認定されたよ今。あるんで全然。あ、確かにね、おもろいよね。え、でもこれどっちかは完璧ですよね。そうだよ、どちらか一つが完璧。別にファッションは別に完璧じゃなくてもモテれば。自力で。モテれば。え、どこでどうモテる？それはお笑いで？え、違う。だからこっちは完璧で、ファッションは、ま、並大抵モテればよくないですか？そうね。めっちゃダサい。そう。頑張ってね、なんかちょっと努力すれば。そう。頑張ればこっちがもらえる。お笑いセンスってさ、頑張ってもね、無理。そう。無理なセンスがない。努力じゃないからね。どうよ、どうよ。幸せになれるのは A。ああ。間違いないわ。そうだね。頑張ったよ。あ、サムチンは？でもやっぱね、女子だからね、うん、ファッションセンスは必要だよ。男子もモテるかもしれない。お笑いセンスも頑張ればモテれます。モテますね。え、まあ、え、でもさ、ね、葉月あんだけ服作っといて、なんだよ、今ないかファッションセンスはどうなんですか？サッカー選手ですか？今日のサッカー選手。はい、サッカー選手というか、頑張れ日本。え、 B にしてたんですけど、なんか B 勢が弱くなっていくから、ちょっと A に変えて。どこに同情してる？自分の位置どこや？みんな黙ってるから、みんな B が同情の場所おかしいや。B は謙虚なんですよね。まあ、いや、なんかその方が可愛いけん B にしたくなるやん。やばどっちが多いの？あと、あ、じゃあ A の人手挙げて。エレタ、エレタも1、2、5、6。何で忘れた？じゃあ B の人。あ、めっちゃ俺10 B が10。え、じゃあみんなもう一回、もうちょっとなんかない？もうちょっと。あ、じゃあ分かった。面白い T2 にするか、おしゃれな T2 にするか、どっちがいい？あ、そう、最終的にそれが決まるんですよ、みんなの。そうそう、だからどっち、自分はどっちになりたい？そう考えて。え、でもどっちもが良くないですか？おい、もう客ぶち壊すな。そうよ、盛り上がるよ。だって MC おしゃれでもさ、だってステージに出らんとよ。そうよ、ステージはもう衣装やから。ほらほら、どうだどうだ。踊りもおしゃれって書いてない。
構出すんご。出さない。まあ半々でもよくない？え、じゃあ最終的にじゃあもう残あのほらどっちかに移っちゃってもいいので、じゃあ最終的に決めますか、どっちがいいか。じゃあいきますよ、ドンで出してくださいね。はい、じゃあもう一回いきましょう。どちらがどちらか一つが完璧になるとしたらどっちを選びますか？A、お笑いセンス、 B、ファッションセンス、シュシュシュファッションセンス。さあ最後にですね、 T2 がどっちの道に進むのかみんなで投票しましょう。それではいきますよ、せーの、ドドン。おお、どっちどっち？ふちゃんが増えた。お、じゃあ A の人、 A の人、 A の人増えた。 A の人、 1,2,3,4,5,6,7 早いことで 8? え、半々 1,2,3,4,5,6,7 え、数えてない、数えた。え、今から数え出しましたよ。いや、1,2 あ、そう。おーよ、完璧になりましょうということで。はい、はい、じゃあ2問目いきます、はい、ドゥルン。どちらかが使い放題になるとしたらどちらを選びますか？ Wi-Fi。 どちらかが使い Wi-Fi がいい。どちらかが使い放題になるとしたらどちらを選びますか？ A Wi-Fi Wi-Fi の A いきますよ。 A、 お金、 B、 時間。行くらあっても足りなくて、行動が遅いのか結構いつの間にか
頼りになってることが多い。でも、やっぱタクシーには乗りたい。タクシーのためか。どうしよう。タクシー乗りたい。だからみんなの意見を聞いてちょっと最後決めようと思って。でもさ、振り覚える時とかもさ、やっぱ時間があったりとか。確かに。そんなでもさ、ね、でもライブとかする時もさ、いっぱい時間があった方がさ、楽しい時間いっぱいになる。確かに。ライブにはお金がいるんだ。ライブにはお金がいるんだ。時間がいるから。時間があった方がいい。でね、決められた時間の中でね、そうそう、そうだよ。機材にお金いるやん。うん、でも時間もあった方が、例えば SNS も時間があるからできるし。うん、ペアルックですか？そうなんですか？喋りたいかな。喋りたい。あいつ、そうやったんや。みんなね、大変じゃん、公演とかやってるのに時間が、自分の時間とかなくなるじゃないですか。ああ、まあ確かに。あ、自分の時間か。お芋たんは？でも幸せって本当にでも帰ってもらった感じで、時間と愛情以外全部お金かかる。絶対。じゃあ愛情ないじゃん。うん、お金あれば。なんか悲しい。なんでもよくないよ。その時は一人なんだよ、みんな。寂しいよ。何歳だよ。死後まで考えてるっていうね。マリアちんは？マリアはお金マリア。そう、なんか時間が決まってるからこそなんか焦ったり、なんか楽しかったからまた明日もとかなるから、確かに時間が決まってる方がなんかその日常感が出るから、確かにね、限られてるからこそ心の中で幸せを楽しもうと思える。それえっ、にこえっ、にこマリオすげえ。なんかあのおばあちゃんとかになったらさ、お金だけで過ごしていきたい時間じゃなくて、ああ老後の、そうそう、もう老後です、老後。じゃあここでね、もうなんかどっちにも行きそうなみんながいるので、ここで最後に結果を出したいと思います。じゃあせーので、 A がお金、 B が時間でございます。じゃあ皆さんせーのでいきますよ。はい、せーの、ダダン。おどっち、まさか5、6、7、8、9、10。A が10。あー、やったー。これちょっとやばくない？いや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 、もうこれが現実なのでね。だってお金がないとこの360度もないわけです。お金がかかってますからね。はい、ということで T2 はあのお金をこれからも欲しいリクというアイドルということでね、下水アイドルとして皆さんと。いや、A 選んだ人みんな支持率が、ということでね、まあまあ、時間も大事ですけど、お金も大事ということで、ね、ということでですね、ということで、あれ？ということで、分かる？なんかなってます。ということで、以上、究極の選択、あなたはどっちを選ぶでした。はい、もう終わりの時間が近づいてます。終わりです。早かったですね。楽しかった。楽しかった。なんか面白い。いつ欲深くないですか？だって1問目2個選んだから、ね。みんな半々だね、気持ちも。確かに。一番普通。なんかそれが良かったですね、逆に。うん、そうだね。だから逆に。どうしようか。だからそのバランス取れたチームですね。はい。はい、今日結果残せなかったというメンバーは次回の放送では結果を残せるようにしてください。はい、この番組は皆さんからのメッセージを募集しています。番組の感想や私たちへのメッセージなど、こちらのアドレスにどんどん送ってください。では日向お願いします。頑張って。違います。全てのお便りは全部小文字で、はい、チーム T2.hkt48@gmail.com でお願いします。はい、幽霊が出る家とゴキブリが出る家、幽霊です。冷房器具のない夏と暖房器具のない冬、過ごすならどっち？どっちもいらないです。そして写真で大喜利、この後どうなる？どうなる？毎回、あ、まだだった。